うわすごい、これは。おい、なんだ、どうした。ディジタリップ電源ド迫力です。そしてなんかね、やっぱりこれは心してみないといけないですね。福島50、多くの方の人命が損なわれてね、やっぱり日本がもうダメなんじゃないかなと思わせた、そんな事件でした。で、今はもう本当にまだ全然解決してないんですよ。何年経ってもこれは日本の負債としてこれからも続くんでしょうね。映画をねしっかり見て、今後のこととか、日本の在り方とかしっかり考えたいと思いますね。ちょっとこのことはね忘れてはいけないと思います。これ相当な力作ですね。東京電力がこれね、スポンサーでいないとおかしいですよ。でも東京電力どうなってるんですか。東京電力、じゃあちょっと映画見ます。はい、ありがとうございました。何です。あ、タオル持ってこ。はいはい。この建屋に海水が入ってます。。まさか。ジョー、津波でした。